には守らねえとな。おい、もう行くのか。追っ手が来る。んなことは分かってるが、こっちは素人なんだ。あんたのペースにはついていけねえよ。愚痴る元気はあるんだな。たぐあの、あっちの方が頼りになるぜ。すいません。ねえ、逃げようよ。逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回されだ。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキにはわからんだろうがな。わかんないよ、ガキだから。まあガキと一緒に迷子じゃしゃあねえな。逃げようや。よっしゃ。お先真っ暗か。でも寂しくはないでしょ。何やってるか、ファロン君さ。花火なんぞに願い事か。貴様それでも軍人か。申し訳ありません、総長。自分は会場警備に飽きまして。まあ、お前さんには退屈な仕事だろうな。今日はもう帰っていいぞ。いや。近所の遺跡でサイコムが何か見つけたらしい。俺たち警備軍は邪魔だから撤収しろとのお達しだ。俺この前エイブリーで峡谷のプラントで事故があってから、サイコムの連中やけに気が立ってるだろう。事故ではなく事件だそうですが、パルス絡みの。明日は休暇だったな。
ええ、誕生日なので。妹がどうしても休めと。21歳だったか。俺からの贈り物は士官候補生コースへの推薦状だな。総長、出世して妹さんを喜ばせてやれ。若いもんは未来だけ考えてりゃいい。余計なことに首を突っ込むな。パルスの件には関わるのと。ああ、ろくなことにならん。妹さんも悲しむぞ。おお、ほれ見ろ。あんたが正しかったよ、総長。他は？多分後から。待ちますか？ついてくる気なら追いつくさ。Thank you.
このルートで大丈夫なんですよね。ライトニングさん、この辺詳しいんですか？軍の任務で何度か来ている。任務ってパージじゃないですよね。パージの主導はサイコムだ。軍の組織は2つに分かれている。政府直属の公安情報司令部サイコムと、その他大勢の警備軍。私は警備軍でゴーダムの連隊にいた。待ってください、パージに関係ないのになんであの場所に乗り込んだ？最後尾に並んでください。パージ対象者の皆さん、指示に従い列を乱さないでください。手荷物はパルスに到着後返却されます。どけ！おい、止まれ！列から離れないでください。皆さんの安全のためです。警備軍が何の用だ？この作戦はサイコムの管轄だ。だから頼んでる。乗せろ。私をパージしろ。ボーダムの住民でも政府と軍の関係者はパージ免除だ。これで退役だ。おい、姉ちゃん。よ、姉ちゃん、何者だ？パージ・シガンさん。その割におとなしくパージされますって目じゃねえぞ。トラブルが嫌なら次の列車に乗るんだな。はあ、なおさら同席させてもらわないとな。セラを閉じ込めた遺跡がパルスに運ばれる前に救い出す必要があった。パージ列車に乗り込めば救う機会があると思った。妹さんを助けるために自分から。すごいですね。僕には絶対できないです。できるできないの問題じゃない。やるしかなければやるだけだ。強いからそんなこと言えるんですよ。ライトニングさん！さんくせえな。おじゃあっよっいしょっ。おっさんなのは父ちゃんか。Thank you.
ねえときたか。こんな機械見たことないぞ。ここか。うわ、うわ、計算通りってもんよ。
しよう。ふざけやがって。今度はこれか。あれ？ざっとこんなもんよ。Yes!
やったぞ。姉ちゃんは？容赦ねえな。もういいです、うん、どうしようもないんです。ついていけないし、帰れっこないし、もうやだよ。一緒に頑張ろう。うちに帰ろうよ。帰ったって母さんは？お父さんは？はお願いしないの？願いを叶える伝説の花火？ありがちな迷信なのに、母さん乙女だよね。乙女でウイカ？何願ったの？来年は父さんも来れますようにって。やだよ、父さんなんかいない方がいい。あの夜、ボーダム遺跡でファルシが見つかったんです。次の日、政府が町を封鎖したからパルムポルムに帰れなくなって。それから無理やりパージ列車に乗せられたんです。母さん必死でした。なんとか家に帰ろうとして、だから戦って乗せられたんですよ、スノーに。あいつのせいなんです。帰ろうよ、ね。お父さん心配してるよ。どうでもいいですよ、父さんだって僕のことなんか。心配しねえ親がいるか。サツ、なんでもねえ。ほら、行こう。こいつはと。まだ間に合う。うちに返してやるからな。親父さんも必ず喜ぶ。
敵のお手並み拝見だな。この パルスの船だ。ここまで攻めてきたんだ。来てねえよ。戦争の時もその後もパルスの軍勢が国運の中まで入れたことはねえ。外郭を傷つけただけで政府のパルスに追っ払われたんだ。歴史の授業は居眠りか。まあね。じゃあなんでパルスのものがあるの？黙示戦争の影響でハングドエッジのような外郭に近いエリアに人が住めなくなった。そこでファルシはパルスから遺物を引き上げて国運の中に新しい土地を作った。その時の余りですよ、こういうゴミは。ゴミの中にパルスのファルシだのなんだの余計なもんが混ざってたんだな。そうだね。しねえで目の届くところにいろよ。
おいでって感じ。じゃねえと来たもんな。この。そうだ。
兄ちゃん、元気でやってるといいが。待ってたぜ。一緒に行こう。素直じゃねえな。行くぞ。